フリックスの約18時前後の紹介行ってみよう。さあ今ね、続々とこうフジキックスがザックを用意しております。もうなんぼなってんやろな。下から開くので。ああ、なるほどね。あ、なるほどね。こんな感じで、うん、すげえな、考えられてんな。持ってみて軽いんですよ、さっきの。あのこれは軽いです。うぃ、マムートの、はい、トリオンアドバンスド32プラスってやつです。何やろ、プラス。まあ、32は日帰りが、まあ、下手したら小屋泊みたいな感じで。そうやね、はい、小屋ギリギリ行けるかな。ショルダーハンズ、あ、でもショルダーハンズ、うん、割とここは分厚い、はい。これがいいのは、見た感じわかると思うけど、細長い感じ。あ、シルエットが細長くてかっこいいです。ブレないってことですね。ブレにくいってことですね。ちょっと流行りの細長タイプです。で、ちっちゃいんですけど、はい、下から履くので。あ、なるほどね。下から取り出しやすい。あんまりね、この30ぐらいの色がまあ、そうそう、ね、大体この機能あるっていうのは大体45以上とかそんな感じがある、うんうん、結構だから隅っこまで詰め込みやすいような感じかな、うん、あとは、これついてるから、はい、そうトレッキングポールとかは、はい、つけやすい、ね、うん、絶対的なやつ、このハイドレー。ハイドレーあるやつは絶対決めてるんですよ。ハイドレーあった方が楽ですね。いいよね。うん、楽ですね、ハイドレー。これもハイドレー早くかな、うん。まあ、これはどういうとこ使うんですか。これは、夏の着替えりとか、はい、ないんやけど、夏の小屋泊一泊とか、あ、とかあんまないんだけど、多分それにはぴったりじゃないかな。32で、あ、うん、まあ、ちょうどいいですね。うん、えい、これはね、マウンテンハードウェアのスクランブラー35、はい、おお、多いな、35ですね。さっき、これ32、うん、多いな、この辺使い分けを、使い分けどういう感じやねん。35リットルのザクはいくらあっても困りませんからね。客席から来へんで、これね、うん、持ってみて軽いんですよ、さっきの。これは軽いです。あ、ザックが、うん、軽いな、うん、いや、あ、ほんまや、嘘みたいに軽い。これは結構シンプルな作りをしてるからかな。全体的にとても軽いです。あ、黒やからね、服装結構何でも攻めれる感じですよね、うん、だいたい、まあ、山の服装なんかビビったような感じになるんで、うん、これは雨蓋が当然取れるんですけど、ここにこうやって雨蓋なしバージョンでこういう風に使えるので、これロープとか、あ、はい、あのアルパイン用ロープとかを使ったりできます。うん、ここがね、ペロペロ、そしてこれの最大の特徴は、ここにね、これがついてる。あ、何これ。これ初めて見た。お、これはね、はい、ここにこういうループがついてて、はい、こういうカラビナとかをガシャガシャガシャってかけて整理できるんですね。これなかったらめちゃくちゃ安定になるんだよね。だいたいそこに溜まっちゃうんで、ここに吊るしとけるっていうのがあるのはすごいいいですよ。あ、なるほどね、こんな感じで、うん、すげえな、考えられてんな、うん、カラビナ普段持たへんからってことは、クライミング用のザック。そうね、クライミング用のリードとかするような、うん、で、これ防水で、はい、うん、あ、Xバッグですね。あ、Xバッグね、うん、で、横のポケットも広いし、Xバッグ軽いです。で、ここにもループがあって、まあ、こんなつけるの、こういうい, っぱいつけれるんで、なるほど。外にもいっぱいつけれるんで、割とちっちゃいザックでも使
けれる量が多いかな。あーなるほどね。これリード用というわけで、まあリードに使うと便利な感じですね。まあ特に指定はないかもしれないけど、わかりました、ありがとうございます。はい、ほな、さい、なら。